大口叩いて飛び出していった割には情けない成果だね、ディ。そう言うなよ、ピー。最初からオイラが出ていれば。今度は私の番だ。次はこの私が。祝宴の囚人より想像しいな。たとえその流れをせき止めようと、再び流れ出そうとする。さて、こたびはどこへと流れゆくのか。俺たちの寿命は10年。生まれてから1期2期と呼んで、最後は10期。勝ったぞ。それまでの10年間、俺たちは戦い続ける。生き延びたいって、そんなの当たり前だろ。ずっと考えてたんだ、私に何ができるのか、何を残せるのかって。そして明日を考えると不安になる。明日も同じ顔が見られるだろうか、僕はここにいるだろうかと。迎え撃つぞ。さあ、敵は目の前。死の果てまでも追いかけなさい。世界を破壊へと導くウロボロ、抹殺しなくては。あなたたち兵士なんていくらでも入ってくるわ。人の命を。選べるようになった。戦わないって選択を。あんたらのおかげだ。その刻印、10期後半、あと3ヶ月ってとこか。あと3ヶ月で私はこの世界から消える。希望の丘でお前たちの誰を見せしめにするか。ロストナンバーズの襲撃です。俺たちは女王に会わなきゃならない。この世界をあるべき姿に戻すためにも。その言葉のもと、どんだけの命が消えていったか。アライアレイターが動き出しましたぞ。やばいもん、ノア。私、生きたい。生きて、もっと。だから諦めないで。どうか私のこの時間、使って。ダメだよ、いらない。そんな時間、世界が命を縛るなら、世界を断つ。命は、お前たちの遊びだわけじゃない。因果だよ、その流れ。何人たりとも逃れることはできない。